それでは次回12月12日火曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は総務大臣表彰を受賞、全国空手大会で優勝などご覧の内容でお送りします。この後30分からの特集コーナーでは暮らしの安全情報をお送りします。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。